円融寺テンプル、円融寺前交差点通過しました。あと 600m ですね。あ、センターラインが車線変更記事じゃん。およそ 300m 先左方向です。さてと、問題はどうやって入るかですね。赤信号、カーナビでは左行けと言っているが、左じゃないだろう。多分直進だな。この一個先の赤信号が気になるな。川崎市高津区、これずっとまっすぐ行くと川崎市ですね。あ、川崎駅か。方向的にはずっとまっすぐ行く感じになるんだと思うんですけど、左側がライフ。多分これを前の車に続いて入るんだろう。左方向です。左、この時も随分変わってるな。左になってるけど、左は左だが、あ、左の、お客さんも左か。目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。左でなっと、よし、OK、左のヘッドライト。はい、ライフですね。ここは駐車券かな。前にね、来たことがあるんですけど、もうね、数年前のことなんでね、はっきり覚えてないです。どうしようかな。こりか、とりあえずこりか。よし、到着いたしました。4カ所目ライフ志望口店ですね。それでは終了します。はい、ただいま、ライフ志望口店に来ております。次は 3.4 キロ離れたドラッグセイムスの川崎矢上店に行ってみたいと思います。 3.4 キロか。いや、どっちか。いや、 3.4 キロ意外に離れてんだな。3.4 キロ。誘導員がいる。
土日、今日はね、日曜日なんですよね。日曜日だから誘導員がいいのかな。そういうわけじゃないのか。このライフは、規模的にはでかいですね。さーて、右左に分かれているが、どっちでしょうか。右にしよう。これ左に曲がって本線に復帰したいと思います。多分そうだろう。左方向で、わかんねえ。よし、車が危ねえ、自転車が危ねえ。はい、じゃあそれでは次の場所で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。よいしょ。では、今回も最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。それでは、さようなら。ではでは。